はい、今日の映像は1241対1322のシステムのビルドアップ2回目になりますね。えー、と前回の映像では相手のフォワードのラインを突破していく方法そしてハー,フハーフウェイラインを越えて相手のコートに入っていく方法を。 説明しながらフォワードのラインを超えるのは真ん中とと右左があるというこの今の映像からすると左側からの突破といったのを説明をしましたが今回は真ん中を突きながら右サイドとか最初から右といったところまた真ん中を突いていくといったところを確認をしていきたいと思います。 それでではこの角度で一度流してみたいいと思いま,すまずゴールキーパーがボールを持っている中で前回もありましたがこのような形でセンターバックボランチが少し広がって縦にっていう形ですねこの動きを少し確認をしてください、は。い こういったポジションを取ることによって、えー、センターバックが少し開くことによって相手のフォワードが少し開き気味になるわけですね。はい、で、えー、幅を取ると相手も幅を取ってくるのが分かるかと思います。さらに、えっと、ボランチのところも少し高い位置を取って相手のボランチを引きつけておく。そして え相手のフォワードのラインと相手の中盤のラインの間にスペースを空けておくといったところが1つ狙いになります、はい、左側にパスをしましたらここで注目していただきたいのは前回の映像でもありましたように今左のセンターバックがボールを持ちました左のサイドハーフに相手の右のサイドバックが、えっと、詰めてきてるのが分かるかと思います。 この状況ですと右左側のサイドハーフに青はボールは出せない状況だということが見えてくるかと思います。はい、そうななると、と左のサイドバックはゴーーールキーパにーに戻すすいことになります、ね、で、えー、とゴールキーパーも素早く逆サイドの右サイドのセンターバックにパスをします。 そうしますと今、えっと、最初に右側左側にボールを渡したので右相手の右サイドが、えっと、サイドハーフにくっついたので、えっと、相手のサイド最後のラインは最終ラインは、えっと、若干この図で言うと左側寄りになるということですね。でキーパーパに戻して 右側にした時には、えー、とまだ、うん、と左寄りの状況から修正がしきれないってことですねですから、えー、と緑の最終ラインの今の緑の丸のプレイヤーは中に絞っているっていうことがポイントになってくるかと思いますそうするとこのスペースが空いてきてさらに右のサイドバック 右ののサイドハーフがが空いいてるのが分かるかかと思いますもうここの時点で2対1がボールホルダーの右サイド右右センターバックとサイドハーフで2対1ができているのでシンプルにボールを配球し、えっと、持ち運ぶということでシンプルにできてくるかと思います。それに相手が対応するしてきたら えー、ボランチが受けていくでとてもシンプルな方法なんですがこういったところをちゃんと取れるようにしていただきたいなと思いますもう一度いきたいと思います戻しますはい開いているのでいきますはいこんな感じですね はい、このゴールキーパーからボールをもらった右センターバックに対して相手のフォワードが中から来るんではなくてえっと右サイドハーフの方を切ってきた、まあ、2回目とか3回目とかそういうのがね対応してくるかと思いますそうした場合にはどうするかというと、えー シンプルにゴールキーパーに返しすいませんキーパーアニメーションは手で取ってますが足ですねで戻ってくる間に左右と振ったのでフォワードの戻りが遅いということで真ん中のパスが出てきますねそれにボランチが反応しますで右サイ右のセンターバックがたえー、っと 前に走ってボールを受けるというような形になります。まあそういったことを考えながらその状況を応じて右サイドハーフが上がりながらえと右のセンターバックは前にスペースがあるのでまあ持ち出すっていうのをえとさせてみてください。あの相手が来なければどんどんゴールに持ち出すっていう癖をつけるといいかと思います。そうすると最終ラインまで突破できるんであれば。 最終ラインを引きつけて、えー、パースっていうような形ですね、はい、もう一度確認していきたいと思います、えーはい、少しアングルを変えたいと思いますはいこれでいきたいと思います スペースに走り込んでいくといったところをやってみてはいかがでしょうか、はい、次に、はい、持ち上がったところですねここでスペースに運ぶっていうのも一つポイントですねで違う方法としたら右サイドにちょっとまた方向を変えますね はい、右サイドに、うん、右サイドハーフが上がっているのでシンプルに使ってみるのもいいかと思いますフォワードがきてまあここは簡単ですよねシンプルにできるかと思いますなぜかというと相手の 最終ラインが戻りきってくる前にっていったところも一つポイントだと思います。えっとこの241っていうのはワイドにしっかり人がいるっていうことそして相手の322はワイドに人が置けないっていったところが一つポイントになってくるかと思いますのでそこを有効利用するっていうことがすごく大切になってくるかと思います。えっと、考えられるのはもう そのサイドハーフに相手の最終ラインのサイドバックがついてくるということが考えられますねそうした場合にはえっ、ー、とセンターバックとフォワードの一対一になりますからもうそちらの方にボールを配球していくというのが一つポイントになってきます相手の状況に応じてプレーを選択していくといったことを子どもたちに 確認させていただければなと思いますそれでは映像を終わりたいと思います